皆さん、こんにちは、ヤヨンでございます。今回、ジャンコチャーゲームズメイクハッピネスイズヤー、はい、ということで、こちら、いわばね、新しいゲーム機でございます。はい、5.5 インチの、まあ、タッチパネルも搭載して、ボタンも搭載されているというね、まあ、新しいニンテンドスイッチみたいなね、まあ、そんなような形でございます。まあ、早速ね、開けていきたいと思います。では、オープン、ほい。お、さあ、はい、おお、出てきたぞ。はい。こちらが本体ですか？はい。うわ、なんか PSP みたいだね。そして、さらにケーブルが中に入っている。はい、ケーブルが、お、なんだこれ、これ充電器か。あ、なんかこれも本当に PSP みたいな充電器ですね。はい、こちらが USB のケーブル。そして、中には、説明書らしきものがね、入っておりますね。これは中国語かな？まあ、日本語は載ってない感じですね。さあ、ということで本体の方を見ていきましょう。オープン、ほっ。うわーすごい、良くないっすか？おぉ。ほぉ、ほぉ、ほぉ、はい。裏はこんな感じ。はい。うわ、もうなんかめっちゃ指紋ついちゃう。うわ、めっちゃ新品感いいね。はい。という感じで。うわぁ、すっごい。すげえね。はい。ということで、じゃあボタンですね、まず。ボタンちょっと触ってみましょうか。お、こういうボタンか。普通に押しやすいね。ここに下には4つのボタンがある。で、ここには、十字のボタン。そしてスティック。あ、スティックはジョイコンみたいな感じだね。はい。そして、上には R1、R2、そして L1、L2 がついてるね。で、ここに USB が挿すことができて、ここにはマイクロ SD かな？多分マイクロ SD も挿すことができるし、あ、こっちがマイクロ SD かな？これなんだろう？ミニ HDMI とかかな？そして、これはなんだ？マイクロ USB か。そして USB。もういろんなインターフェースあるね。うん、すごい。ということで、まあこれ、アンドロイドにもなるみたいなんで、もういろんなゲームをダウンロードして遊んだりとか、まあいろんなことができるみたいなんで、早速こちら使っていきたいと思います。じゃあちょっとまずは電源つけてみましょうか。ここが電源マークだと思うんで、ここ押せばつくんかな？あ、ついた。お、なんだこれ、こんな感じか。パウキッティこれ今フィルムが貼ってあるみたいですね。まあフィルムはちょっと、とりあえずつけておいていいかな。お、そしたらこんな感じで。お、なんか出てきたぞ。はい。こういう感じ。これタッチスクリーン。おお、これタッチスクリーンも対応してると。いうことで。まあ、こっからなんかアプリとかいろいろ。あ、クロームとか入ってんだよ。お、ファイアボックスとか。ほら、なんかね、すごいことがいろいろできるんだよ、これで。ゲームももちろんできるし、そういうね、ブラウザ系とか、なんかどんどんいろいろ改造みたいなのができてくんじゃないかな。だからね、これ、多分、いろんな可能性、無限大の可能性を秘めてると思う。ということで、今からいろんなことして、ちょっと使えるようにしていきたいと思います。あ、てかここにね、アンドロイドの、ね、このマークあるじゃんね。はい。これ日本語になるんかな？ちょっと今、英語とか中国語でちょっと読みづらいんで、日本語にまずできればいいですけど。で、まずはね、ちょっとこちらをカスタマイズしていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、設定を開くとですね、まあ、こんなようなアンドロイドの設定画面のようなものが出てきてですね、まあ、こんなように日本語に設定はできたんですけども、こちらのね、まあ、特殊なね、ホーム画面。こちらはね、なかなか、日本語にすることは難しいみたいですね。なんで、今、英語みたいな感じですけども。まあ、英語なんで、ま、それなりに読めるかなとは思うんで、まあ、これで、ということで。まあ、ちょっと日本語にはできないんかな、ここ。こういうね、まあ、中身を開くと、まあ、日本語にはなってるという感じですね。で、とりあえずこれで。で、まあ、ここからね、Wi-Fi の設定とか、まあ、いろんなものができます。で、一つずつ説明していきましょう。まずね、音量ね。音量、これ、プラスとマイナスがあるんでね。まあ、ここで音量を変えられます。で、もちろんね、こうやってタッチスクリーンでもできますし、これスティックやね、十字ボタンでもこう操作ができるようになってます。はい、じゃあできること。例えばね、Google Chrome。Google Chrome 開くとですね。まあ、こんなようにね、Google 立ち上げることができます。はい、YouTube とかもこれ見れるわけですね。例えばね、これ、ゆーやーよーんとかね。検索すると、はい、こんな感じで、ゆやよんの動画とかね、いろいろ出てきました。ゆやよんキーボード、ゆやよんスマブラ、ゆやよん顔、ゆやよんモニターとか。こんな検索ワードあるんですね。はい、こんな感じでね、まあ、Google 使うこともできます。あと、ここでツールでね、ファイルマネージャーでね、いろんなファイルを見れます。こう見ていくとですね、まあ、最初からね、こんなようなファイルがいっぱい入ってるんですけども、ゲームス。例えばこういうの開くとですね、はい、こんな風に。DC、FC、GBA、GBC とか、N64、NDS とかね。はい。聞いたことあるようなね、ものがありますね。SFC とか。はい。つまり、そういうことなんですよ。これらもね、まあ、入れることができるみたいですね。
今はね、最初から入ってるわけではないんですが、からなんですけども、まあ、いろんなことをしていくと、まあ、ここに入れてね、まあ、それらをこのゲーミングデバイスで遊ぶことができちゃうというね、まあ、結構ヤバめなものですね。本体容量はね、まあ、24GB ぐらいと今書いてあるんで、まあ、これぐらいしか本体に入んないです。まあ、でもここにね、マイクロ SD とかも入れられますんで、まあ、それとかでね、拡張して、まあ、いろんなものを入れていくといったような感じですかね。それらのゲームを入れてですね、こういうので遊ぶっていうのは、まあ、ちょっとグレーな部分もあると思うんで、まあ、私からは詳しくは説明できませんが、まあ、そういうこともできますよ、ということで。で、一番左、こちらがゲームですね。まあ、何も入れなくてもですね、最初から入ってるね、内蔵ソフトが初期から入ってますんで、まあ、それらでね、遊ぶこともできます。まあ、ちょっとね、これら3つ今ね、ここに入ってるゲーム全部やってみたんですけどね、まあ、それなりにね、ちょっと面白かったです。まあ、ちょっとやってみましょうか。例えば、これ。なんか虫を操るゲームですね。はい。でまあこんな感じでね、このボタン操作でできるわけですね。はい。じゃあちょっとステージいろいろクリアしたんで、じゃあこの辺やってみようか。プレイ。まあ日本語ではないですね。でもちろんこれあのスマホゲームのようなので、こんな風にね、こういうところをタッチして遊ぶといったような感じなんですが。これボタンがついてるんでね。ボタンでもこうやって遊ぶことができます。なんでボタンで操作できるっていうのは、こういうデバイスに対応しているソフトみたいなんですね。なんでだから A ボタンとかこういうのも全部対応されているわけなんですけども、対応してないやつはですね、ここを押すと、こんな風にアイコンが出てきてですね、まあ、十字キーがどこだとか、A ボタンをどこに設定するとか、まあ、例えばジャンプを A にしたかったら、ここに A とか押すと、まあ、対応しないソフトでもできるということで。まあ、今は、何の設定もしなくてもね、これで遊べるというね、ような感じですね。で、これどういうゲームかというとね、まあ、なんかこんなようにね、虫を動かして、ゴールを目指すっていうゲームですかね。うわ、死んだ！あ、暑さに弱いんですかね。これ今なんか砂漠みたいなんで、砂漠だとダメだと。砂漠なんでなんか太陽に当たりすぎると焼けちゃうんかな？効果抜群で。ってことはこのカゴの中にずっと入って行った方がいい感じかな。おー、こんな感じだ。これね、まあ左に行って、おっと、これはこっちが行けなくなるから。まあこのままいいか。お、右に行く。お、そう、これ開いた。これなんだ？あ、これトランポリンか。お、これでゴール？はい、やったー。こんな感じですね。まあ結構面白いですね。こういうゲームも最初から内蔵されています。あとはね、これとかもね、結構面白いんですよ。これね、オンラインゲームです。まあ他のユーザーと、まあ他のユーザーとね、こんな風にリアルタイムで遊べるわけなんですね。はい。これね、結構ね、ちょっとハマっちゃいました。面白いんですよ。なんか芋虫を操作するんですけど、で、これ周り動いてるのみんな他の今ユーザーなんですけども、頭がね、他のものに触れたら即終了です。体は無敵なんですね。なんで、これ他のなんかこの散らばってるものを食うと、で、どんどんね、自分が大きくなってきます。で、他の人をね、倒しながら、まあ、どんどん自分を大きくしていくっていうやつですね。頭は当たらないように、他の人を倒すっていう。だから自分の体に相手の頭を当てるみたいな。ちょっとこのちっちゃいやつ倒してみっか。で、A ボタン押すとちょっと速くなったりできるんで。そういうのを入れていくとね、うまくいきやすいんじゃないですかね。この赤いの行くか？ほっ！おっしゃー！こんな感じ。こいつも倒すか？こいつも。おうおうおう。ここだ！あっ！おらっ！おい！しぶとい！ほい！くっ！しぶといな、こいつ！ほら！おっ！おっしゃー！ほら、こんな感じ。おいー！でっかいやつも倒したー。ほら、どんどん自分がでっかくなってきましたね。まあ、こんな感じでね、どんどん自分を育ててね。無敵にどんどんなっていくっていう。まあ、そんなようなね、結構面白いゲームですね。オンラインゲームなんですけど。で、これで他の人の体とかに当たっちゃうと、死亡っていう。まあ、そんなようなゲームですね。こういうのも入っております。で、あとはですね、こちらのゲーム。これでね、ちょっとね、すごいと思ったんですけども。はい、こちらね。まあ、レーシングゲームです。レースゲームね。レースゲームなんですけども。はい。画質めっちゃ綺麗じゃないですか。画質、すごい綺麗だよね。で、なんか水上バイクで、レースするような感じなのかな。で、これ何がすごいかっていうと、はい、わかりますか。はい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 、こんな感じで、まあいわゆるスイッチとかで言えばジャイロですね。ジャイロセンサー対応してるんですよ。ジャイロがあるっていう。だからこのデバイスをこう傾けてこう操作ができるっていうね。まあそういうのも対応してるっていう。いや、すごくないですか。
でも面白いね、普通にね。画質もめっちゃ綺麗だしね。臨場感あふれるレースが、こんな風に楽しめると。いうことで。いやー、いいですね。この水上バイク感もいいね。このぷかぷか浮いてる感も。こんな風にできると。で、もちろんね、ボタンで操作したかったら、ボタンでこうね、操作することもできます。ね、そんな風にやることもできますと。はい、ということで、まあ、こんなような初期内蔵ソフトがね、入っております。で、まあね、こちらね、一応 Android なんで、まあ、いろんなゲームをね、Google Play Store からダウンロードできるんじゃないかってね、私最初ちょっと思ったんですけども、残念ながらこちらのデバイス、Play Store にはね、対応していないみたいです。なんで、Play Store から直接ダウンロードするっていうのは、残念ながらできないみたいです。ですが、私はいろいろ、試した結果ね、こちら。Amazon のね、アプリストア。Amazon デバイス用のアプリストアですね。それを Chrome から Amazon アプリストアをダウンロードして、で、そこからね、こういったね、モンストとかをね、ダウンロードすることができました。なんでね、Play Store からはダウンロードできませんでしたが、Amazon アプリストアを使うとね、こんなように、Amazon アプリストアで配信されてるアプリはね、ダウンロードすることができます。ということで、モンストを開くとですね、まあ、こんなようなね、横画面で、モンストが、できちゃうわけなんですね。はい。ちょっと見られないような画面ですよね、これね。はい、はい、はい、はい。こんな感じです。モンスト始まりましたよ。はい。A ボタンでスタート、つってね。はい。こんな感じで。まさか、こんなゲーミングデバイスで、横画面を縦にこんな風にして、モンストが遊べちゃうっていう。はい。こんな感じですね。ちょっと一クエスト行ってみますか。じゃあ、ここ行ってみましょう。じゃあ、フレンドはカリバーでいいか。スタート。はい、モンスト始まりました。はい、こんな感じでできるわけですね。で、もちろんね、こうやってね、タッチスクリーンを使って、こうやって遊ぶことができます。ですが、これスティックあるんで、スティックをこうやるとですね、スティックでぐるぐるできるわけです。で、スティックを弾くと、放てるわけですね。まるで 3DS の、モンスト 3DS みたいなもんだな、これね。こんな風に遊ぶことができると。で、これなんでこんなことできるのって、こちら。こんな風にカスタマイズしました。まあ、スティックはね、ここに置いてあるんですけども、まあ、L1、L2、R2、R1 ここに置いてあります。で、スタートボタンをこことかにね、まあ、自分でちょっと配置してみました。つまり、どういうことかというと、まあ、今回タッチスクリーンはね、この画面外でもね、対応してるんで、スティックはどこに置いておいても大丈夫です。で、今、L1 をここに置いてたんで、L1、ここを押すとですね、1P のステータスが見れます。で、L2 を押すと、2P のステータスが見れます。R2 だとこう、R1 だとこう、ということでね。まあ、ここのね、上の4つの LR ボタンを4人のキャラのね、ステータス画面が見れるようにしました。で、スタートボタン、ST、スタートボタンを押すと、メニュー開けるようにしました。なんというね、まあ、無駄な機能。はい。で、まあ、スティックでこう、弾けると。おー、いいですね。さあ、行け、カリバードーンと。こんな風に妄想できちゃうわけですよ。いやー、なんかこういうのね、できるとちょっと夢あるよね。いろんなことができそうなんでね。はい。で、はい、ストライクちょっと溜まりました。そしたらさっき L1 でステータス開けるんで、L1 をポンと押してあげると、はい、SS 待機画面になりました。はい。1P の場合はね、L でこうやってね、SS が選択できます。さあ、SS 打ってみましょう。おー。そしたら今度は L2 ね。L2 でこうして、トーン。すごいよね、これ。はい、次、R2。R2 で、これで、はい、トーン。あー、すごい。こんな感じっすよ。で、はい、この辺にね、ABYX 配置してあるんで、まあ、宝箱とかね、ボタン適当に押してればね、拾うことができます。で、この OK ボタンのところに A ボタンを設置してあるんで、OK は A で進みますね。無駄すぎるね。この、なんとも便利そうで無駄な機能。で、まあ、こう A ボタンを押してればね、こう進むことができますね。タッチスクリーン触らなくても、できると。モンストがね、もう本当このなんかスイッチのデバイスに入っちゃったようなね、感じになるわけですよ。で、ちなみにホーム画面上では、まあ、さっきのようにね、まあ、こんなような配置になってますんで、L1 でホーム、L2 でモンスターのとこ行きます。で、R2 でガチャ、R1 でフレンドに行きますね。はい。
で、スタートボタンで、その他。で、セレクトボタン。ここで、まあ、ショップですね。まあ、ショップはセレクトって感じしますよね。モンスターボックスとかも今全然いませんが、こうやってね、スティックでね、スクロールしたりすることができます。はい、という感じで、この Amazon のね、アプリストア使えば、それで配信されてるアプリはね、ダウンロードすることができます。で、こういうね、デバイス使って遊ぶことができるんで、まあ、それだけでもね、簡単にいっぱい遊ぶことができますね。で、さっきのモンスターのこれ、配置こういう風にしたじゃないですか。これってアプリごとに管理されてるんで、こっちのホーム画面上ではまたこういう風に戻ります。なんで他のアプリ入れたら、またそしたらこれをね、設定して、こう自分で配置してやれば、まあそれで遊ぶことができます。いちいちね、毎回違うアプリを開くごとに毎回こうやってね、配置し直さなきゃいけないという手間はね、全くありません。で、こちら、これだけでもね、十分結構すごいんですけども、それだけじゃないんです。上を見てください。はい、最初こちら見せましたが、こちらですね。これ、ミニ HDMI なんですよ。つまり、ミニ HDMI 端子を、こちらに、こんな風に差し込むことで、はい、こんな感じで、じゃん!スイッチも驚き、簡単に TV 出力ということで、ミニ HDMI を接続すると、簡単にね、TV 出力ができちゃいます。こんな風に、簡単にね、この画面がね、TV 出力できます。はい、じゃあちょっとこの感じで、ガチャ引いてみますか。じゃあ今ね、ちょうど夏休みガチャ来てるんでね。いきますか。ワトソンアルファ。これは本枠も出てないんでね。ワトソンアルファ狙いに行きますか。じゃあ行きましょう。はい、行くぜ。じゃあせっかくなんでね、スティックで弾こうか。引っ張れ。はい、スティックで引っ張って、荒らす。さあ来い来い出ろ。ああ。まあ、お帰りって感じだね。デッキに入りました。はい。デッキに勝手に入っちゃいましたね。じゃ、ちょっともう一回ぐらい行きましょうか。ちょっとあと一回弾けるみたいなんでね。あと一回弾いてみましょう。さあ、じゃあ次こそは、ワトソンアルファ、狙いに行きましょう。行きます。トーンこのスティックで弾くってね、すごいなんかもう、新感覚だわ。めっちゃ面白いわ。さあ、来い岩通し出たじゃん。うお。はい、岩通しやりましたね。はい、という感じでね、まあ、TV 出力が、まあ、こんな簡単にね、できますよ、と。いうことでした。はい、そんな感じでですね、スティックもあって、十字ボタンもあって、ボタンがたくさんあって、で、タッチスクリーンも対応してて、TV 出力もできるということでね、めちゃくちゃゲームが遊びやすい、もうゲームに特化したね、Android でございます。電話機能とかないんでね、スマホとは言えないですよね。スマートフォンではないんで、もう言うならばこれはやっぱりね、モバイル PC だと思います。もうモバイルパソコン、もうこれ中全部パソコンだと思います。もうツールとかでもね、やっぱりこういうね、マネージャー管理、こういうね、ファイル系とかも全部これもうパソコンっぽいんでね。まあ、モバイルパソコンなのかな、ということで。まあ、この辺もね、どんどん自分でカスタマイズしていけばね、まあ、いろんなゲーム、あんなゲームやこんなゲームをね、このデバイスで遊ぶことができます。ぜひね、そういうこともね、やりたい方は、ご自身でね、自己責任で、ぜひやってみてください。まあ、先ほども紹介した通りね、Amazon のアプリストアを使えばね、まあ、公式に配信されているようなね、モンストとか、そういうアプリもね、遊ぶこともできますんでね。まあ、そういうのも遊んでみてもいいとは思います。まあ、モンストはね、こういうボタンには別に向いてませんが、まあ、例えばね、この Amazon でも配信されてる中では名前を挙げるとすると、まあ、荒野行動とかがありましたね。まあ、移動とかね、銃を撃つとかもはね、普通こういう画面をタップして行うものですが、まあ、ここでね、こういうところで、スティックとかを配置してあげれば、まあ、スティックで移動してね、R ボタンで撃つとか、まあ、そういうようなね、設定ができると思います。まあ、そういったゲームはね、これが本当にやりやすいと思います。で、やっぱりね、これ画面が一体型なんでいいですね。アタッチメントとしてね、横からつけてるとかじゃないんで、もう最初から一セットになってるんでね、とても使いやすいです。ということでね、まあ、今回はね、これでできることのほんの一部をね、紹介させていただきましたが、これでできることはもうまだまだあります。もうね、それは本当、私は全部紹介しきれないんでね、ぜひ皆さんね、こちらご自身で手に取ってね、自分でね、まあ、いろいろ、もう改造とかね、もうそういうのが楽しいと思うんでね、まあ、自分でね、自分の遊びやすいものに改造していきながらね、このデバイスでね、楽しいゲームライフが遊べるといいんじゃないでしょうかね。はい、ということでですね、こちらの商品ページの方、動画説明欄に貼ってありますんで、ぜひそちらから確認してみてください。まあ、値段はね、やっぱり Android のもう一つの端末になってますんでね、まあ、1万円はもう超えてるとは思いますが、まあ、そこまでね、まあ、これでゲームいっぱい何でも遊べちゃうって考えるとね、決してね、そんな高くはないと思います。むしろね、これ一つあればね、もう何でも遊べちゃうんでね、すごい安いんじゃないかなって思いますんで。購入してみるのはありなんじゃないですかね。特にね、そういう荒野行動とかさっき言ったような、そういう系のゲーム好きな方にはね、これは持ってこいだと思います。ぜひ手に取ってみてください。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。